ああ。よう、隊長さん。どうしたんだよ、初歩。何かあったのか？あ、いや、なんでもねえよ。その、呼び出して悪かったな。なあ、初歩。何かあったのか？別に、何もねえよ。悩みがあるなら、俺に言ってくれていいんだぞ。何も、なんて言えばいいか、わかんねえよ。もしかして初歩、例の実家に帰るって話が本当になったんじゃないだろうな。もし、そうだったらどうするってんだよ。絶対に返さない。初歩は花組に必要な存在だ。そうかい。ありがとうよ。素直に嬉しいぜ。でも安心しな。実家に帰るなんて話はねえからさ。よかった、安心したよ。どうもよくわからないな、初歩。一体どうしたんだ？何を悩んでる？なんかさ、参っちまったんだよ。私は何もできないなってさ。私たちは上海歌劇団に勝った。ほんとすげえことだと思う。でもさ、私なんかいなくても花組は輝けるんじゃないのかな。私には何にもない、何にもないんだ。これか？うちの神社じゃ綱たすきって言うんだけど、変かな。いや、そんなことないよ。初歩の切符の良さをよく表していると思う。切符がいいか。切符がいいって言われてもな、そんなの何の役にも立ちゃしないぜ。初歩のその人柄が周りを明るくしてくれるんだよ。十分みんなの役に立ててるじゃないか。そうかな。見るなよ。桜みてえな綺麗な手じゃないんだ。その大道具をいじったりしてると時々引っ掛けたりして、どうしてもさ。細かい傷は確かにある。だが美しい傷じゃないか。舞台のために力仕事も厭わない。そんな初歩をみんな頼りにしてるんだよ。かんざしが気になるのか？ちょっと変わってるからな。これはうちで売ってる宝具のかんざしでさ、立派な御利益があるんだぜ。へえ、どんな？髪をまとめるように人と人の縁をまとめてつないでくれるのさ。もしかしたら俺と初歩の縁もそのかんざしが結んでくれたのかもしれないな。まあ、それはそうかもしれねえな。そんなに塞ぎ込んでいつもの表情豊かで楽しい初歩はどこに行ったんだよ。私だっていつも楽しいばかりじゃねえよ。表情豊かといえば、アツホは話す言葉もいろいろと表現豊かだよな。口が悪いのは生まれつきさ。悪いけど諦めてくれ。口
口が悪いといえば悪いけど、不思議と嫌な気持ちにならないんだ、アツコの場合。そうか？それならいいけどさ。それもアツコが正直だからだよ。みんなわかってる。うん。自分には何もないって言うけど、アツコには他のみんなにはない力があるよ。他のみんなにはない力？なもんあるわけねえだろ。元気づけようとしてくれるのは嬉しいけどよ、そんな適当なこと言われたって。適当なんかじゃない。いいか、ハツホ、君が持っている力、それはみんなを笑顔にする力だ。ハツホだけの素晴らしい力だよ。そんなの戦いに必要ない力だろ。ああ、そうかもしれない。だけど、笑顔なくして人は生きられないんだ。みんな、ハツホに元気をもらってる。ハツホは、花組の太陽なんだ。ありがとよ、隊長さん。あんたの言葉で、何か救われた気がする。あのさ、もっと近くに行ってもいいかな？ああ、もちろんだ。何も遠慮することなんてない。うん。隊長さん、教えてくれ。あんたの目には私はどう見える？また、ハツホの笑い声が聞きたいな。いつもの私に戻ったらな。けど、今はもうちょっとだけいいだろう。こうして間近で改めて見るとさ、ハツホって意外に美人なんじゃないか？意外ってなんだよ。これでも小さい頃から東雲神社の女神様って言われてたんだぜ。ね、熱はねえよ。でもほっぺたがさ、熱くて変なんだ。なあ隊長さん、あんたの手で触れてくれないか？ひんやりして気持ちいいぜ。それに、なんだか嬉しいな。なんだよ。そんなに見つめられたら、参っちまうよ。なあ、ハツホ。やっぱり、まだ自分に自信が持てないかい？そんなことないぜ。あんたに私の力を教えてもらったからな。ただ今は近くであんたを感じていたいんだ。それだけだよ。綺麗な髪だ、ハツホの髪。俺は好きだよ。うん、ありがとうな。なあ、ハツホ、ちょっとだけ髪を撫でてもいいか？ああ、いいぜ。私も撫でてほしい。なんか嬉しいな。安心するのにドキドキするぜ。なんだか胸のあたりが温かいや。こんな気持ちになったの初めてだ。けど隊長さんよ、あんたはすげえやつだ。あんたの言葉は私に力をくれる。私が何なのか
答えてくれる。だから教えてくれ、私は何なんだ。アツホ、俺には君が、ハツホに見える。ハツホはどんなハツホだってハツホだよ。なんだよそれ、意味わかんねえぜ。けど私は私でしかないんだよな。どこに行ったって、何があったって。ありがとよ隊長さん、なんか吹っ切れた気分だぜ。さて、魔法の時間はそろそろ終わりだ。今からはいつも通りのハツホちゃんだぜ。確かにいつも通りのハツホだ。なんか安心したよ。ま、ちょっとばかし心配かけちまったかな。けど、もう大丈夫だぜ。そうか。それじゃあ、俺はそろそろ行くよ。な、じゃあな、隊長さん。